こんにちは、音楽家の吉田茂です。今回はこちら AG06 であったり AG03 をオーディオインターフェースとして使う方法をご紹介いたします。この AG06 はライブ配信用のねミキサーとしてとっても人気で便利なんですけれども、オーディオインターフェースといって DTM を使ってパソコンにね音を録音する機材としても使えちゃうんです。だってみたいだったりとか、自分でね自作した曲とかカバーした曲を DTM でね録音してみたい方、ぜひねこの動画を参考にやってみてください。それではご覧ください。ではまずパソコンと接続していきます。今回ねこの AG06 でご説明していきますけれども、 AG03 でも同じことができますのでご安心ください。はい、ではまず、この USB ケーブルで、パソコンと AG06 接続していきます。こちらのね後ろ側に挿すとこありますので USB ねこれ挿していきましょうね。でじゃあこちら側の USB はパソコンに挿してみましょう。はい、接続できました。それで、Mac の方は特にこちらの AG06 をパソコンで使うためのドライバーのインストールは必要ありません。Windows の方はドライバーをねダウンロードインストールしてください。では AG06 側に今回は弾き語りの録音を想定して AG06 の電源を入れる前にマイクとエレアコーヘッドホンをね接続していきましょう。ではこちら側の1チャンネルにマイク、2チャンネルに、エレアコーを接続していきますね。はい、ではまずマイクの方から接続していきます。今回ねこちらのコンデンサーマイク接続していきます。このようなねマイクケーブル接続していきましょう。ここにこれを挿すと、はい、挿します。これねカチャンと、はい、つけます。で、スタンドの方にねマイクはつけておきます。はい、こちらの2チャンネルの方に、エレアコを接続していきます。これねギターのシールド接続していきましょう。はい、反対側をねエレアコの方に接続します。はい、音聞くためのヘッドホンですね。はい、ヘッドホン接続していきます。こういうねちょっとこう変換のはね挿してあげてください。ここに挿すので、はい、でね、でこれをここに、はい、ヘッドホン完了です。これでね接続の準備ができました。接続の準備ができましたら、こちらね電源こちらです、オンしてあげましょう。ちょっとねこれ明るくて分かりづらいんですけど、一応こう明かりがついてます。で、今回コンデンサーマイク接続してますので、こちらねはいファンタム電源オンにしてあげてください。はい、こちらが赤くつくとファンタム電源がオンになっている印です。でこちらの 2PC というところの設定がとても大事になってきます。オーディオインターフェースとして AG06 を使う場合、この3モードあるんですけども、ドライチャンネル1にインプットミックス、ループバックと、はい、ループバックは配信用に使うので使えません。このドライチャンネル1、2とインプットミックス、この2つの方法があります。はい、ドライチャンネル1、2ですとそのままの音をそれぞれのトラックで録音ができます。そしてインプットミックス、こちらに変えるとミキサーを通った最終的な音、ステレオ音だけが録音できます。トラックを別にしてね、それぞれの音は取れないということです。なのでオーディオインターフェースとして AG06 を使う場合、それぞれのトラックに対して DAW 上でエフェクトや EQ 処理などを行いたいので、僕のおすすめの設定はドライチャンネル1にこちらの設定にしてください。 AG06 自体のリバーブや EQ を使いたい場合はインプットミックス、こちらですねを選んでいただくという形になります。今回はドライチャンネル 1,2 での方法をご紹介いたします。では早速パソコンで DAW 立ち上げて録音してみましょう。今回 DAW は Cubase でご紹介いたします。 Cubase AI がね AG06、AG03 に無料でね付属していますので、ダウンロードしてない方はぜひ、ダウンロードしてみてください。概要欄にねダウンロードの仕方のリンクも載せておきます。では、Cubase 立ち上げていきます。初めて AG06 をパソコンに接続した場合、このような形で、
新しいオーディオドライバーが検出されます。今回 AG06、AG03 をオーディオドライバーに利用したいので、こちらをね選択して OK 押してください。空のプロジェクト開いていきます。はい、では、Cubase に空のトラック2つ作っていきましょう。ボーカル用とアコギ用、モノですね、モノで2チャンネル、はい、はい、できました。で、ここをまあ名前つけときましょうか。ボーカル、アコギみたいな感じで、はい。で、まず Cubase 上の設定ですが、こちらのここですね、ここのインプットのとこなんですが、こちらをレフト、こちらが、チャンネル1からの入力を録音できます。で、アコーギターの方はこちらなので、ライトねを設定してあげます。まずはボーカルの設定からしておきます。では、ボーカルのマイクの設定していきます。はい、まずミキサー側のモニターボタンと、こちらの PC マークのついたところのボタンを12時ぐらいまで上げておきましょう。これはね、自分の音を聞くためのものなので、聞こえづらい場合だったりうるさい場合は適宜こちらね上げ下げしてください。そしてこちらね、チャンネル1のゲインをね上げていきます。ラーラーラー、自分のね歌う時の声の大きさでピークボタン、こちらの赤いピークボタンがつくかつかないかぐらいに設定してあげてください。先ほど説明した通り、こちらのね、はい、押していただくと分かる通り、エフェクト、リバーブであったり、コンプ、EQ の設定は、今回、ドライチャンネル1に設定されているため、エフェクトが適用されません。DAW 上でエフェクトかけていきましょう。そして、今回こちらのレベルつまみ。はい。録音の音に影響しません。はい。なので、基本的には使わないんですけれども、こちら上げると大きく、自分の声聞こえるようになりますので、はい、自分の声聞きづらい場合は、適宜上げていけばいいと思います。続いてね、ボーカルと同様にアコギの方の設定もしていきます。同じですね、ゲインを上げていきます。こちらの赤いピークボタンがつくかつかないかぐらいに設定してあげてください。はい、これで、ボーカルとギターの設定できました。はい、ではね、Cubase 上にボーカルとギター録音していきましょう。で、Cubase のね操作ね、使われてる方は分かると思うんですけど、こちらのモニターボタンってとこをね普段は押して録音されると思うんですね。で、AG06 で録音する場合は、こちらね使わないで、もうそもそも音が入ってきてるので、使わないでやった方がやりやすいかなと僕は思いました。なのでこちら押さずに録音していくのがいいかと思います。では、録音していきましょう。まずはねアコギから入れていきます。歌重ねていきましょう。歌も同じように録音していきます。うーオンライン魔法をかけたら、イエーイ。はい、こんな感じでね、ワントラックずつね録音していくことができますね。 DTM 上で、録音することでリバーブやねエフェクトなど、他のねエフェクトがかけ放題なのがねとってもいいですよね。ちょっとリバーブや、EQ など設定してみます。はい、軽くボーカルにコンプと EQ、 そしてアコギはモノラルだったのを、こちらを複製して、左右に広げておいています。これでねちょっとこう広がり感を出そうとしています。ちょっと聞いてみましょう。うーオンライン魔法をかけたら、イエーイ。ねえ、本当に軽くエフェクトをかけただけですけども、もちろんねピッチ修正とか、はい、いろいろもっとねバリバリエフェクトかけることも DAW 上ではできますので、ぜひね皆さんもやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今回ねご覧いただいた通り AG06 は、まあ、ライブ配信だけではなくてねオーディオインターフェースとしてもね
活躍してくれます。本当にね便利なミキサーですよね。すでにねオーディオインターフェースをお持ちの方は出先のサブ機としてね AG06、AG03 使われるといいのかなと思います。実際ね僕もそのような使い方してます。 AG06、AG03 気になった方は概要欄にリンク載せてますのでぜひそちらからご覧ください。今回の動画で気になったところや質問や感想などありましたらぜひ、コメント欄までお待ちしております。あとね僕、SNS やってますので Twitter と Instagram、概要欄にリンク載せてますのでぜひぜひ、フォローしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。